冨安さん、唯一の弱点がこちら。冨安スローイン言われてんのおもろい。冨安がスローイン下手なのか、冨安がスローインの時周りの動きが悪いのかどっちなん。毎回試合見てて思った。冨安ってスローイン早いの投げられないの？スローインの個別指導を受けてほしい。冨安のスローイン、腕ゴールしか受けてなくね。スローインが下手すぎる。アーセナル冨安選手、相変わらずスローインは苦手なんだなと。他は完璧なのにスローインだけは上手くならない。冨安の露骨な人間アピール。冨安スローインでカードもらいそうだな。冨安、弱点はスローインやな。てかアーセナルが下手すぎんのよな。冨安のスローインのボールを中に入れて時間を稼ぐ何気ない仕草は、セリエで学んだものなんだろうな。冨安、スローインでのボールロストが多すぎると指摘。さらにこう続けた。現代サッカーではスローインもセットプレイの一つとして捉えていて、アーセナルでは普段から練習しています。ガンバも練習しようね。いつまで経ってもロストが多すぎる。冨安がスローインイマイチなのか、スローイン時のアーセナルがイマイチなのか、どっちなん？チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。